アギトの巨人は名前の通り、アゴと爪が強化された巨人で、アギトの硬質化は他の硬質化能力を持つ巨人よりも優れており、戦鎚や兄の結晶体、獣の巨人や女型の巨人、そして進撃の巨人の一点集中効果、さらには鎧の巨人の全身硬質化をも上回るとされている。しかし攻撃自体は噛みつきと引っ掛けしかないため、接近戦でなければそれほど強力ではない。このような欠点があったものの、ファルコが継承したアギトの巨人は体格が大きくなり、腕が延長され、翼と尾が生え、巨大な鳥人間といえる姿に変貌していた。このような獣の特性も引き継がれたため、欠点を克服している。超大型巨人の身長は推定60メートルあり、熱波を発生させたり、歩くだけで周りをさらちにするなど強力な力を持っている。しかし巨体のためスピードは遅く、9つの巨人の中で一番燃費も持久力も悪い。超大型巨人は他の巨人と違い、捕食したものを同じにいる本体に引き寄せることができる。そのためベルトルトは兵士を捕食し、兵士が身につけていた立体起動装置をつけて脱出していた。壁の中にいた巨人たちも全て超大型巨人だったが、10メートルほど地面に埋まっていたため、超大型巨人が壁越しに壁内を覗く有名なシーンではベルトルトの方が大きく壁の高さを超えていた。鎧の巨人は全身硬質化しており、防御力が高い。そのため大砲の一撃を受けても無傷どころかのけぞりもしないという強さを見せている。うなじを含めた全身の効果を常に維持しており、その圧倒的な防御力から立体起動装置も攻撃も通用しないため、人類側にはほぼ攻略手段がなく、人間が鎧の巨人を倒すことは実質不可能とされている。しかし関節などは硬質化することができず、関節技は有効とされている。また硬質化できる表皮にも限界があり、内装のように内部を巻き込む爆発には弱い。さらにライナーの鎧の巨人は砕けやすいとジャンから指摘されている。鎧なのに砕けやすいこの現象は、継承者のメンタルに鎧の強度が影響しているのではないかと言われている。獣の巨人の姿は継承者ごとに姿が異なっており、先代の獣の巨人には羊やオカピなどの姿をしたものも存在していた。巨大な岩や動物などを投擲し、人を殺害したり、巨人に命令して人間を食わせるなど、直接人間を食べないものの性格は非常に冷酷。作中では壁内の人間には獣の巨人、獣みたいなやつと言われており、エレン以外の巨人化能力者には猿と言われている。これは壁内には猿が存在しないためで、壁外から来た人物たちが漢字表記で猿と表現しているのに対し、猿を知らないエレンは猿とひらがな表記になっている。エレンが継承した進撃の巨人は、いつの時代も自由を求めて戦った巨人であり、時代に自由を求める気質が強いものを選ぶ傾向がある。その能力は記憶共有で、未来の記憶を継承できるのは進撃の巨人のみ。しかし見える記憶は限定的で、個人差があり未来史ができるわけではない。また見ようとして未来を見るわけではないため、未来を見てしまったことで絶望することも多い。エレンは一度だけ自分自身の未来を見る機会があった。それは王家の末裔ヒストリアの手に触れた時のこと。エレンは前継承者グリシャの記憶を通じて自分の未来を見ていた。報奨式以降、エレンがよく思い詰めたような表情で過ごしていたのは、人類の8割を虐殺する未来を知ってしまったためだった。ジークはライナーたちの報告でエレンが兄弟だと気がついており、会う前からエレンに対して兄としての情を抱いていた。ジークはわずか7歳の時に自分の身を守るため家族を密告した。グリシャとダイナは親として子供を育むより、革命家として子供を利用することを選んでいた。密偵という一番危ない立場で、見つかったら殺されるかもしれない状況。しかしグリシャとダイナは自分たちの夢と息子の命を天秤にかけて自分たちの夢を取っている。ジークは息子ではなく夢を叶えるための駒という認識だったと考えられる。そのためジークがグリシャとダイナを親と認識できなくても不思議ではなかった。134話はヒストリアの生みの苦しみから始まっているが、そんな新たな命の誕生の一方で、対比するかのように大陸では地ならしにより大量の命が消えていた。自分は崖から落ちても我が子だけはと放り投げ、誰にともなく我が子を託す母親。放り投げられた赤ちゃんに気づき、人々は釘付けになっている。こんな状況にありながら、泣き叫ぶ赤ちゃんを落とすまいと、大人たちでバケツリレーのようにして目の前の崖から遠ざけようとしていた。しかしその送り出す先に迫っているのは大量の大型巨人。こんな状況ではなく、こんな状況だからこそ絶望の中、この赤ん坊は大人たちの希望であり、落としてはいけないものの象徴になっていた。地ならしとはパラディ島の壁内にいる幾千万もの大型巨人が世界を踏みつぶしていく恐ろしい所業で、人々は逃げ惑うことしかできない。パラディ島の壁は3つの壁で構成され、壁の中には第145代カール・フリッツ王により硬質化された大型巨人たちが眠っていた。地ならしの発動条件は、始祖の巨人の力を持つエレンと始祖ユミルが座標で接触し、始祖の力を目覚めさせることで発動する。発動の条件を揃えるためには、精神世界の座標に行くことと始祖ユミルに会うことが必要であり、精神世界に行くには王家の血を引くジークと始祖の巨人の力を持つエレンとの接触で入ることができる。そこは死という概念は存在しない世界となっている。